続行。タムさん、寝技の技使ってもいいですよ。はい、待て。続行。続行。続行。当てに出てないよ。はい、待て。そこ。そこ。ゾコ抑え込んでいいですよ。ゾコ ゾコ ゾコ ゾコ。いや、全然使わないですわ。どうでした、斉藤君は。いや、捕まれないように左右左右で逃げようと。でも、やっぱ打撃が決まるとちょっと有利かなと思いつつも、まあ、プレッシャーがすごくて体力が持ってかれました。なかなか田村さんは組みにくかったですか。組みにくかったですね。組みに行くと膝とか入ってきちゃうんで、うん、どうしても奥襟とか、うん、肘に肘を取って重心取ろうとすると膝が飛んでくるんで取りにくいし、手前掴むと手が切られちゃうしっていう感じですごい手にくかったです。